こんにちは、にゃもです、鹿さんの毛皮を初めてなめし加工する動画パート4になります。シャープはシャープ5ですね。で、前回の動画の続きになるんですけども、これ前回の動画から約1ヶ月経ったところになります。で、前回の動画などは下の概要欄の方に貼ってありますので、気になる方は、見てみてください。で、それでなんですけども、前回の動画などの方には閲覧注意の動画もありますので、ご注意ください。そんなわけでですね、今回は前回の動画からの続きの工程から完成までの動画になります。で、これ前回の動画から1ヶ月経ったわけなんですけども、いい感じでもう乾いてきたかなって思ってちょっとねこれチェックしてるところです。はい、そんなわけでこれちょっと寄りで見てもらうと。あります。これまだ湿ってるんですよね。なかなか乾かないんですよ。そんなわけでちょっとミョウバンをね、さらに足してみようって思ってこうザルを使ってミョウバンをさらに振りかけてる状態です。はい、ミョウバンを振り終わったので、また新聞紙で巻いて、しばらく置いてみようと思います。で、これねまた新聞新しくして巻き直してから実は1週間置いてみたんですけどもまだ乾いてないんですよね。で、それで、巻いた状態ではなかなか乾かないんじゃないかって思って、こう広げて乾かしてみました。広げた状態にしてさらに1週間置いた状態がこちらになります。いやー、乾燥までに1ヶ月と2週間ぐらいかかりました。それで、この乾燥したんで、このミョウバンを取り除いていくわけなんですけども、この袋に乾燥剤を入れたやつの中に、入れて、こう、来年また、もし、なめし加工するときに、このミョウバンを使おうと思って、で、こんな感じで集めてます。捨てるのもったいないんでですね、まあいわゆる貧乏症ってやつなんですけども、いやもったいないですよこれ捨ててしまうの。はい、こんな感じで集めていきます。はい、ある程度取れたらこんな感じでパンパン叩いて余分な粉を落としていきます。で、し終わったのがこちらになります。でね、ミョウバン取り終わって分かったんですけども、これ、この後の工程で、この皮の硬い部分をこう削っていくわけなんです。これがカチカチでね、入ってかないんですよ、この削るのが。削るのがっていうか、削れないんですよ、ね、硬すぎて。で、これなんでこんなカチカチになってるか、これ寄ってみたらわかるんですけども、ちょっとね、こう縮んじゃったんですよね。これ失敗やったなって思って。やっぱりね、丸めた状態で乾かすのが正解やったんやなっていうことに気づきました。でもなんとか、
この削る工程をしなきゃいけないので、まあ、とりあえずなんとか力技で擦ってみたり、このヤスリですね、ヤスリでこうガシガシ擦ってみたりしてみたわけなんですけども、なかなか思うようにいかないんですよね。で、これですね、このヤスリをつけたこのドリルでギャーってやってみてるわけなんですけども、これもなんかなうまくいかないんですよね。どうしたもんかなって考えた結果、秘密兵器これですね、グラインダーにワイヤーブラシをつけて、これでいい感じで削れるんですよね。ただこれやりすぎると穴開いてしまうので気をつけてください。これならいい感じでやれます。でこれで全体をやっていきます。でやり終わった後に気づいたんですけども、これ室内でやっちゃダメですねご覧のようにこれも掃除するの大変やった。はい、そんなわけで仕上がったら、まあこの毛の部分ですね、毛の部分もブラッシングしていきます、全体的に。でこれ自己流なんですけども、柔らかくするためにこのハンドクリームを塗り込んでいきます。このハンドクリームは自分のお気に入り、自分の肌にすごい合うハンドクリームなんです。でこれを塗り込めば、塗り込む作業をしながら自分の手もハンドクリームでいい感じでツヤツヤになるっていう一石二鳥の考えでやってみました。ちなみにこれ全体塗るのにハンドクリーム2本使いました。でこれ全体塗り終わって次の日ですね、1日目はベタベタになってるんですけども、次の日はもういい感じで染み込んで、ベタベタ感がそこまでなかったです。で、これは何してるかっていうと、この皮にハンドクリームが染み込んだ後にこうぐるぐる巻いて押してっていうので、こう皮を柔らかくしていってるところです。これ、毎日仕事が終わって帰ってきてからお風呂に入る前10分から20分、これ毎日やってました。毎日1週間ぐらい、これをやることによってカチカチな状態から、いい感じで柔らかくすることができました。はい、これね、ただ自己流なのでこうなめしで柔らかくする加工は他にもあると思います。っていうか最初の乾燥の状態が良ければ、削る加工だけでもう柔らかくなります。他の足の部分とかで試した結果、それだけで柔らかくなってました。で1週間後だいぶ柔らかくなった後にもう一回、皮の部分ですね、削りの加工をしてってます。これは全体的に削るのと、この縮んでシワシワになった部分のシワの部分の何て言うんですかね、谷川もうへこんでる部分を一本一本こう削ってってます。これ地味に大変やったです。この作業で何時間かな、3時間ぐらいはかかったと思います。いやでもね、この作業をやるのとやらないので
また違ってくるんでね、もう頑張りました。でそんなこんなでやっと完成いたしました。いやー、これもふわふわで気持ちいい。いやー、頑張ってよかったなーって思いましたね。これもう毎回キャンプ持ってこうって思ってます。はい、そんなわけでですね、ご視聴ありがとうございました。